ほぼストーブあるいはほぼクッカーはほぼ放浪うろ者、ホームレスおよびバックパッカーに使用される簡単な作りのコンロである。もともとは空き缶で製作された木を燃料とする即席の調理ストーブで、これがほぼすなわち時には貨物列車に無賃乗車をして、北米を渡り歩く労働者が暖を取ったり料理するのに使われたため命名され、 とりわけ大恐慌の時代には盛んに使用された。現代では同じ原理で機能する工業製品として生産されたトレッキング用のストーブも用いられている。典型的なほぼストーブほぼストーブの対流、ほぼストーブは大抵様々な大きさの空き缶の蓋を取り除き、上側と下側にいくつか穴を開けることによって製作される。これが燃焼室となり、炉となり、 ごとくともなる。単純な構造のほぼストーブの場合、燃料は缶の底に置く。右の写真のように缶の底の少し上に空気の流れを良く支配を落とすための飛行子を有する場合は、その上に燃料を込める。熱と煙は上部に開けられた穴から放出され、対流により底の近くに開けられた開口部から空気が取り入れられる。通常、 ほぼうストーブは開いた蓋の部分に鍋を置いて加熱するが中には缶を逆さにしてそこの部分をフライパンのように用いて調理するバリエーションも存在する。ほぼうストーブの利点として多種の燃料を使用できる点が挙げられる。一般的なのは地面に落ちている乾いた小枝、焚き木、松傘、固形燃料、可燃性のゴミである。生木や駆ち木も使用できる。 砂漠や高山以外なら燃料はほとんどどこでも調達可能である。ほぼストーブの別の利点は製作の容易さである。ほぼストーブ自体は様々な材料から組み立てることができ、ペンキや食品の缶、バケツ、ドラム缶がよく用いられる。アウトドアブームによりいろいろなタイプのほぼストーブが購入可能となった。小型の製品はバックパックにバケツほどの大きさのものは カヌーツアーやオートキャンプに向く。海外の製品のほか、国産品もある。折りたたみあるいは分解可能で収納しやすい製品もある。クッカーと組み合わせて収納スペースを節約するものもある。商品化されたほぼストーブの定備を焚いて料理をすることにより傾向する燃料を減らすことができる。それゆえほぼストーブは以下のような旅行の場合は検討に値する。 主な短所は以下である。ありがとうございます。